厚真町では今日から職員が家屋にひび割れがないかなどの被害調査を始めました。調査は午前9時から厚真町の職員に加えて福島県などから駆けつけた応援の職員らが4つの班に分かれて始まりました。り災証明の申請に町役場まで来ることができない高齢者などのためにすべての住宅およそ5000戸を一つ一つ回って調べることにしています。厚真町は土砂崩れなどで被害が大きかった場所は航空写真で確認することにしていて2週間をめどに調査を完了したいとしています。